データ集積と解析の結果、15秒のアドバンテージを作りました。不満ですかな。十分だ。車同士の競争で楽しむことって僕にはできるんでしょうか。どうした。珍しい質問だな。じっくりと見せてもらうか。この程度じゃな。コーナー立ち上がりで圧勝引いた。接近戦の流れを嫌ったかな。というか車並みによく乗れてるけどな。やるもんだ。走りがだんだん研ぎ澄まされていくのを感じるよ。俺と久保さんが考えていたよりもこいつらはできるみたいだな。走りがしたい。ただそれだけなんです。シンジをここまで引き上げる奴らが侮れないな。申し分ないテクニックだ。少しは楽しめそうだな。礼を言うぜ。車はいい状態なんだ。すっきりしねえぜ。クソ面白くもね。しまうんだ。この人たちと僕たちは何かが違ってる。厄介だな、そのスピードは。車が楽しそうに弾んでいる。引き込まれそうだ。俺の NSX の外から見ていてあんな風に見える時があっただろうか。プッシュをしているのに動じない。ああ見えて向こうとも強い強盗な奴のようだ。サイドワインダーが負けるわけにはいかないよな。反撃させてもらうぜ。ショッキングなくらいだぜ。こんな領域でバトルする奴がいたから。なれるんだろうか。僕もこんな風に。チーフドライバーとしての責任を果たすぜ。データは嘘はつかないぜ。それにしてもなんとな。気持ちよさそうに走る車だぜ。きっとできるはずだ。僕もあんな走るな。ゴールまで残りわずか。勝負を決めに行く。
Okay.